はい、どうも、皆さんこんばん、マルクス。毎度ですね、動画をご視聴ありがとうございます、マルクス。ということで、プラスですね、評価ボタンを押してくれたりね、コメントで感想などをね、書いてくれてとてもありがたいです。というわけで、今回もですね、1レース目だけ後付けでお送りして、2レース目以降からはですね、通常の実況でお送りしたいと思いますので、よかったらですね、単なる 200cc をね、無双するだけの、動画にはなってしまったんですけど、ぜひね、爽快感を最後まで味わってください。ということで、まず1レース目はですね、イッテケツあのスペインの方うまかったね。いや、ニンニクお世話になってますけど、GBA のマリオサーキットでですね、1つ目のリクエストはですね、バイクを使って1位取ってくださいとのコメントがありましたので、今回1通目からですね、数百件ある中から、くじ引きのように古い順から、使っていきますと、喋ってるうちに3周目いくんだよね。で、ここからのね、巻き返しがもうね、目にも止まらぬ速さで進みますので、ぜひ見ていってほしい。今4位じゃないですか。で、大砲ルート待ってめちゃめちゃショートカットしまくって、ブロックに着地してキノコでダッシュ1位みたいな。おー、すげー、1回の録音でね、うまく決まった。はい、それでは、3レース目ですね、走っていきたいと思います。サナーちゃんよろしくお願いします、マルクス。ということで、2コース目はですね、はぁ、大丈夫。今回の部屋ね、割と猛者がね、かなり集まっているので結構楽しいんで、僕もね、こうみんなと楽しく走っていけたらいいかなと思って。うわー、初手の滝ニスク失敗は結構響くぞ。で、その2つ目のリクエストもね、どんどんやらないとですね、本当にネタ抜きでもう数百件近くはですね、いただいてるんですよ、ありがたいことに。なので、どんどんね、使っていきたいと思い、マルクス。いや、すごい、ハンターさんね、毎日のように合流してくれてとても嬉しいんですけども、内容がですね、1ヶ月前からリクエストしたのですが、まだ採用されておりません。ちなみにですね、今日撮影してるのが1月の23日で、このリクエストをいただいたのがですね、まさかまさかの去年の10月ということで、もう4ヶ月ぐらいですね、時が経ってしまいましたので、本当にお詫びの気持ちでいっぱいですね。今回遅れて申し訳ございませんでした。なんか知らねえけど1位出れた。ただここで怖いのが、うわ、キノコ強い、勝ち申し、マルクスのアイテムを引いて、トゲ回避用と赤甲羅用で持っておいてもいいかな。今度こそ出発ね、トゲゾー。よしよしよし。さあ、滝ニスク3周目はね、正真正銘決めていきまして、もう一つね、怖いのがその赤甲羅の連鎖だね。そこだけは避けていきたい。浮いてよ、ナイス。で、みんなちょっと神業見せるわ。はい、タイヤ抜け。いや、待って、失敗した失敗した。一応ダブル交換していきたいと思います。もうね、ここでテレス、いやー、3だ、来た。赤コール無敵は助かった。持ってないよね、さすがに。1位安定かな。さ、イン攻めを決めて1位、ありがとうございました。肝心な内容はね、沈めの若手スカイローラー、6目まで。いよいよ来た。それでは、3レース目になりますかね。人数もね、いよいよ盛り上がってきたところではありますが、あ、大丈夫、 OK。 いよいよね、12人満員となりました。3レース目は 200cc のビッグブルーということで、ここはコインルートじゃなくてインついて、さっさと前を出ていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ最後までね、この圧倒的な走力をね、今から見せつけていこうじゃねえかというわけで、よろしくお願いしますと。決めんだこの人、うまいね。びっくりしちゃった今、急に出てきたからさ。この黒牛やるな、ちょっと敵対心すごいんですけど。トゲデマルさんからですね、初めてコメントいただきました。あのヨッシーめがけてちょっとスナイプしてみるか。当たれば奇跡なんですけど、当たるかな。いやー、惜しいね惜しいね。のこのこの花ちゃんバギー、いやー、ここ赤コーラすげー、投げようか迷ってるんですけど、あの人がアイテム通過したら投げようかな。で、ここで交換して、でさらに赤コーラ投入、ういね。ここは当たるでしょう。当たんなきゃね、ちょっとあれなんですけど、スーパー解放のいいね。で、出たアイテムがキノコのボムなんで、あとは負けなしかな。で、タイムアタックを思い出しながら、ポンとボム兵を置いてね、赤コーラを防止して1位という感じで。のこのこ花ちゃん、スカイローラー紙飛行機でやってください。俺が愛用しているカスタム。おはようございます、マルクス。現在ですね、日付が変わりまして、前回3レースまでの動画が23日に撮影したものなんですけど、その寝込んでしまったんで、今回ラスト4レース目はですね、
まあ、急遽朝から動画をね撮影していきたいと思いマルクス。最後は DK ジャングルの 200cc ということでですね、まあ、最後のリクエストはその2つ同時にねもう数百件来てるからやらないと追いつかないということで、まずね1つ目はアイテムボックスをね、まあ1個しか取れない縛り、あぶねえ、なんとかギリ交換できたからよしで、よしとしましょうか。で、防御系アイテムもね高頻度に出てくるからめちゃめちゃ助かってますね。で、ここも入れ替えしないといけない。まあ、つまりね簡単に言うとその人、おー、いいね、もうちょっとこんなに防御系出てしまうと赤コーラがいざ来た時にですね、ここはまあスルーして、まあ3打来るか。で、まあアイテムをね1個しか持ってはいけない縛りプラスもう一つはですね、カスタムのリクエストも、同時に並行して、まあ、やってまいりたいと思います。まあ、加速最大のベビーロゼッタちゃんにパタテンテンローラータイヤ紙飛行機でお願いしマルクス、初リクエストということで、あそこのキノコ食べたかったなということで、ラスト1周、まあ、圧倒的なですね総力を見せて1位に締めたいと思います。でゲッソはダッシュ版で消して原始人の外側通っていいね、完璧やね。ここも入れ替えして、まあ、防御、わー、おな、2周目のところで同じサンダーが出てしまいましたね。ここはまあ 150cc、 待って待って、ジャンプアクションしちゃった。見てよこの差、これ 200cc で走ってるってレベルじゃねえよみたいなね、よくわかんない。あー、でダブル取っちゃった、これ捨てる捨てる、もうダブル取ったペナルティとして、まあ、バックにね、まあ、投げて、とりあえず1位安定ですかね。ありがとうございますマルクス。よっしゃ、見てよこの朝と動画撮るとめちゃめちゃ強い説あるよという感じで、ラストレースも1位アリーマルクスということで、このチャンネルではですね、まあ、200cc の動画をメインに重きに置いて特化して動画をね撮っていますので、まあ、200cc がほんまに苦手、これからですね 200cc 上手くなりたいという方、少しでもまあお役に立てればいいかなと思ってますんで、今後とも、ご視聴よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございますマルクス。また次回の動画でお会いしましょう。元気でね、バイバイ。